空想東京百景は、ゆずはら、としゆきのライトノベル作品。および、それを原作とした、とわ八による、漫画作品。2002年頃から、ファウスト、コミックファウストなどで、イラストーリーや漫画として断続的に連載された、作品に、大幅な過筆修正を加え、2008年、講談社ボックスから、小説単行本として刊行された。 基本的には、電気小説だが、漫画、絵物語、辞典、年表など、様々な表現形式が混交している。2015年には、二見書房から2005年に刊行された、試作品少女をベースとする上下巻の続編、V2、V3 が刊行された。また、一人者の月刊漫画誌。 月刊コミックレックス2014年3月号から2015年1月号まで、トワ8との共作による漫画、空想東京百景、イヴンストレンジレポートも連載されている。キャラクターデザインや挿絵は、成人向け作品の試作品少女以外、一貫してトワ8が担当し、イラストレーターデビュー作でもある。想定などのデザインもヨーヨーラランデーズが一貫して担当している。 2019年、ライン文庫から新シリーズ、メトロポリス探偵社空想東京百景、例が刊行された。昭和20年8月10日の図素爆弾投下により、会員や異能者たちが跋扈する昭和30年代の平行世界、東京。異界と隣り合わせの都市で発生する奇妙な事件を、追う探偵、矢野浦小葉を中心に、帝都探偵組合、警視庁、 霊下、殺し屋ギルド、国際ギャング団などの初陣映画入り乱れ、もう一つの東京が辿った戦後史が浮かび上がる。物語の舞台は、令和元年の平行世界、東京に移り、主人公も、デート探偵組合や改めメトロポリス探偵社の社長代行、矢野浦光鶴と助手の休養史に世代交代している。50年ぶりに復活した国際ギャング団や、警視庁、 霊ーが絡んだ、怪事件の数々から、もう一つの、東京が生まれた真相が明かされてゆく。プラチナ、平成の記書、現る。空想東京百景ゆずはらとしゆきとは8、インタビュー。空想東京百景とは8によるコミカライズが、レックスで指導。ありがとうございます。